先月末に直腸癌だったことを公表した女優、立花里沙、52、が5日夜、俳優、森田健作、73、の冠ラジオ番組の収録で3年8ヶ月ぶりに仕事復帰した。サンケイスポーツなどの取材に応じ、12時間以上に及ぶ大手術を受け、ステージ 3B からの生還だったことを告白し、早期発見の大切さを力説。再会したアイドル時代の友人、西村智美、52、酒井紀子、52、とは思い出話で盛り上がり、みんなで歌のイベントをやれたらいいな、と夢も語った、写真。森田健作のラジオ番組に出演した立花里沙。立花は来年1月8日放送の日本放送、森田健作青春の勲章はくじけない心、月曜午6、20、と同7日放送のナックファイブ、森田健作青春もぎたて、朝一番、日曜前6、30、にはしご出演。森健の質問に張りのある声で元気に答えた。先月24日、ブログに、腸、子宮、卵巣、膣の摘出手術を受けました、と衝撃的な文章を綴ったことに、隠しているつもりはなかったけど、ずっと心にもやもやがあった。反響が大きくて告白してよかった、とトロ。母を大腸癌で亡くしたことを自身の教訓にできなかったと悔い、検査に行く人が一人でも増えてほしい、と訴えた。体に異変を感じたのは新型コロナウイルスが上陸した2020年春。トイレが近いな、少し痛いからじかな、程度にしか思っていなかったが、夫に病院へ行くよう勧められ、同5月に直腸癌が見つかった。放射線と抗がん剤の治療を受けて癌細胞は一時小さくなったが、病院から手術を勧められ、決断。12から13時間かかりました。疑いがあるものは全部取った、と明かした。1ヶ月の入院生活はコロナ禍だったため夫や長男、19、とはほとんど会えず、毎日泣いていた、と精神的にも辛い日々が続いた。退院後は、リハビリで自宅から明治神宮までの往復を参拝と買い物を兼ねて1万歩歩くことを日課にした。点滴と薬を服用する抗がん剤治療も3クール行ったが、副作用で手や足が痺れたり冷たくなるなど大変でした、と振り返る。今年10月に3年目の検診を受けた際、再発もなく順調に回復していると墨付きをもらい、検査が半年に一度になったことから復帰を決意した。久しぶりの現場で緊張したけど、日本放送のアシスタントの、ともさん、西村、と、ナックファイブのアシスタントの、のりちゃん、酒井、とお話できて楽しかった。みんなで歌のイベントをやりたいけど、ともさんが嫌がるかな。私はいつでも喜んでいきますよ、と笑みが弾けた。元気に復帰した立花の姿は、癌と戦う人たちに勇気を与える。立花里沙、立花里沙。1971、昭和46年10月19日生まれ、52歳。大阪市出身、86年にロッテの CM オーディションでグランプリに輝き、芸能界入り。87年1月に TBSK、毎度お騒がせしますさん、で女優デビュー。同4月に、疑問、で歌手デビューし、日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。2000年に元モデルの飲食店経営者と結婚し、4年に長男を出産。舞台を中心に女優として活動していた。